本日はすき家で黒吹き牛丼鬼滅の刃いちごミルクセットを購入したので食べていきたいと思います。オリジナルステッカーが入ってますね。こちら早速開けたいと思います。なんか紙に包まれてますね。こちら何が出てくるでしょうか。あ、こちらおしのぶさんですね。こちらビュードンですかね。こちらをちょっと持ってるみたいですね。いいですね。チラシですね。でこちらフロフティ大根ですね。こちらいちごミルクですね。いちごミルクです。で以上ですかね。フロフティ牛丼食べていきたいと思います。じゃあフロフティ牛丼ですね。大根とこんにゃくですかね。これ普通に牛丼になってますね。ではちょっとせっかくの断面を見てみたいと思います。牛丼の断面ですね。美味しそうですね。こちらソースをつけ忘れてましたね。こちら霞模様を作ろうっていうところで、うまくできてないですけど、すごい色ですね。こちらもいただきます。うん、美味しいですね。これ味が染みてる感じが、うん、大根で本当に味が染みてますね。うん、玉ねぎもいい感じでシャキシャキ感で美味しいです。ちょっと切っちゃったのでこぼれちゃってますけど、うん、いただきます。うん、美味しいね。うん、ちょっとこぼしちゃったんで拾って食べたいと思います、うん、緑色なんで
変な味がするかと思ったんですけど、普通にマヨネーズ風ですね、こちら。こんにゃくだと思ったら全部大根でしたね、こちら。美味しいですね。こちらもいただいちゃいます。結構牛丼と大根が合いますね。ソースもいいアクセントになって美味しいです。この緑色なんで、なんか微妙な味がしそうですけど、普通にマヨネーズ風で美味しいですね、こちら。いや、美味しかったですね。最後のデザートはいちごミルクですね、こちら。振ってからですかね、これ。よしよし。あ、ちゃんと書いてますね、こちら。開封マンによく乗ってでお飲みくださいっていうところですね。いただきます。中にもいちごが入ってるみたいですね、こちら。おいちごが入ってますね、こちら。美味しいです。まあ、書いてますね。いちご果汁というところで、モロッコさんみたいですけど、美味しいです。美味しいですね。やっぱり恋バシャツ感じの甘酸っぱいいちごミルクでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。